有馬誠は日本の実業家、楽天グループ副社長執行役員、黒、大阪府大阪市生まれ、1980年京都、大学工学部卒業。ヤフージャパンとグーグルにて国内インターネット広告を中心とした事業に着手。ヤフー株式会社の第一号社員であり、グーグル株式会社の元代表、現在は楽天株式会社の副社長や、 楽天データマーケティング株式会社の代表取締役を務め、インターネット広告市場の黎明期から携わり、その実績から現在では、日本のインターネット広告の父とも呼ばれている。米国のネット広告会社、アドロール社の副社長兼日本法人、アドロール株式会社の取締役会長を務め、日本での事業立ち上げを支援した実績を持ち、2017年10月より、 楽天と電通のジョイントベンチャーとして設立される楽天データマーケティングの CEO に就任し楽天経済圏のデータと電通の持つ知見と顧客基盤を活用してテレビ、ネット、実店舗をデータで直結したマーケティングプラットフォームを開発した。自らが代表取締役を務めるマックコーポレーションで IT に関する講演、執筆活動をしていたが 楽天株式会社副社長執行役員就任を理由に新たな講演依頼は受け付けていない。ありがとうございます。